天津商店香取新東流平行川崎支部杉野道場日本美術の源流天津商店香取新東流は飯塚さん超異彩家直を有祖として下総の国香取の地に伝承する美術であるその後連綿と続き現在20代目宗家秀吉の軍師竹中半兵衛伊庭文兵衛等々毎挙にいとまがない東流には剣術居合術柔術棒術槍術薙刀術をはじめ軍配法築城法天文地理陰陽気学までに至る総合武術として古来より文学者や武将たちが学んだ膨大な修行法が残されている。稽古中、武器と武器が激しく当たる。それは、型を盗まれないためである。また、一本ごとの型が非常に長く作られている。昭和35年、千葉県無形文化財に指定されています。第2会場は神道無双流新井博先生ご本人からご用意でございます。第2会場続きまして神武双林崎流居合術神武双林崎流居合術のご用意です。
第一会場、現地の勝負に勝つ。